はい、どうも、声響チャンネル TV です。今日は芸能フォーカスです。作曲家、筒恭平さんを語ります。筒恭平さん、もうね、あの曲も、この曲も、どの曲も、もう、すごいという曲はもう、ほとんど筒恭平さんの作曲でしたね。それぐらい、日本では偉大な作曲家です。私にとりましてはですね、もう筒恭平さんというと、また会う日までですかね。尾崎紀世彦さんの歌ったね。もうとにかくレコード大賞をテレビにかじりついて見た時に、あのメロディーラインは未だにもう耳から離れないんです。そしてジュディ・ヨングさんが歌われたね、見せられてっていう曲でしたね。これもヒットしましたね。もう数多くの曲がありますよ。木綿のハンカチーフ、ね、太田裕美さんが歌われた曲や、ブルーライト横浜ね、石田亜美さんが歌われた曲、まあ、その後も数多くのアイドルが歌われた曲も作られて、まあ木が熟したらこの YouTube 声響チャンネルでは筒恭平さんのことを語りたいとずっと切に思ってきて語らせていただきますけど、本当に匿名性が高いというか、表には一切出られない、メディアに出られない、あくまでもこう職人的な作曲をされた筒恭平さんなんですけど、私ね、筒恭平さんというとね、すごい懐かしい思い出があるのは、1986年ですかね、私10歳年上に兄がいまして、当時兄がワンダーパイオニアでディレクターをやってたんですけども、ある日ね、夜ね、まあ毎晩帰ってくると兄は必ず夜遅く帰ってきて、まず隣の部屋で、自分が仕事して多分音源を聞くんでしょうね。必ずスピーカーで結構大きな音量でかけるんですよ。あ、また帰ってきたな、かかってるわとか思ってたら電話がかかってきて、ちょっと今から部屋に来てくれないかってことで、分かった行くわって言って隣行ったんですよ。そしたら、そこで兄貴がちょっとこの2曲ちょっと曲聴いてくんないかっていうことで、2曲のこのテープをですね聴いたんですよ。2曲曲を聴いて、その後兄が、おい俺さ、どっちがいいと思うって、まあ、A 曲と B 曲があって、どっちがいいと思うって聞かれたんですよ。まあ、率直に言って、まあ、僕は B の方がいいって言ったんですよね。B の方がいいって言ったんですよ。で、兄が、やっぱりそうかって言うから、絶対こっちの方がいいって。誰が歌うのか知らないけど、こっちの方がいいと思うよって僕は言ったんですよね。で、兄がボロッと、少年隊が歌うんだよって言ったんですよ。その曲が、仮面舞踏会です。筒恭平さんが作曲した仮面舞踏会でした。大ヒットしましたよね。まあディレクターという職業はですね、本当に、選曲、それから作曲家、そして作詞家、そして編曲家、そういった人たちをですね人選しながらですね、曲をメイキングしていく、アイドルにコーディネートしていく、歌手にコーディネートしていくっていうのが仕事なので、まあ兄としてはですね、ちょうどその頃ワーナーパイオニアでもですね、アイドルの曲を結構担当してたことがあって、筒恭平さんのもうメロディーはね、僕はもう兄に言われるもう前からずっと耳に残ってきたので、聞くと分かるんですよね。もう何気なくサビでこう必ずロングトーンで行ったりとかね、結構インパクトのある曲がたくさんあって、で作曲法っていうのはやっぱりありましてね、きちっとした楽曲を作れる人っていうのは、この作曲法ってきちんと勉強されてる方が多いんですよ。でやっぱり
筒美京平さんはやっぱりジャズをかなり、若かりし頃は、ジャズにかなり影響を受けてて、ジャズの勉強をしっかりされてる方ですよね。ピアノを弾かれてて、ただこうミュージシャンとしての活動よりもですね、しっかりレコード会社に入ってディレクターという職に就いて、そして杉山浩一さんを師としながらですね、作曲の勉強していくんですよね。ここが重要だったと私は感じてます。そして数多くの名曲ができた。ですのでやっぱり兄が「この2曲迷ってんだよね」って言った時に、聞かされた時に、もう間違いなくこの曲だ、この曲はもうヒットをする、この曲はもうなんとなく誰が作ったかが分かるっていう、ふっとひらめきで兄に言ったら、兄が筒美京平だと、筒美先生だと言ったのはね、今でもその「仮面舞踏会」という曲が大ヒットするほんのわずか何日か前でした。若い世代に書く曲と、しっかりアダルトですね、すごくこう大人が聴く楽曲をすっぱり分けて作曲されるというところがですね、素晴らしい作曲家でしたね。私が大好きな曲でね、岩崎宏美さんが歌われた「思い出の木の下で」という曲があるんですよね。この曲も筒美京平さんの曲で、もうね、一度聴いた時に僕は全身がね、もうね、いわゆるまあ震えが止まんなかったというか、まあ、岩崎宏美さんはもうデビュー曲から「ロマンス」ですか、筒美京平さんの楽曲だったので、まあね、僕の中ではね、当時ね、小学生の頃、岩崎宏美さんとか、アイドルのね、下敷きっていうのが流行ったんですよ。結構ね、表に岩崎宏美さんだったり、岩崎宏美さんの、写真が載ってて、で裏は、その曲の、メロフと歌詞がこう書いてある、レコード、いわゆるレコードをクリップしたような、その下敷きが売ってたんですよね。で、みんな、まあ僕らの小学校の仲間は、桜田淳子さん、山口百恵さん、岩崎宏美さん、こうみんなこうその下敷きを持ってきてたんですよ。で、私はですね、岩崎宏美さんのその、下敷きを買って、で、見てたんですよね。そこにも、筒美京平、作曲、筒美京平。だからもう、筒美京平さんっていうと、僕もね、あの曲もこの曲も、もうね、ああ、また筒美さんだってすぐわかるぐらい、強烈なね、本当に、思い出があります。いやー、本当にね、その思い出の木の下ではよくビートルズなんかが作曲の手法で使ったサビを頭から持ってきちゃうんですよね。サビを頭からズドーンとくるんですよ、思い出の木の下では。私は忘れない、私は忘れないと、こうバーンとくるわけですよ。いやね、そういうこう歌謡曲がね、華やかだった時代に大活躍された筒美京平さん、実はですね、この YouTube 声響チャンネル TV でもですね、ザ・ピーナッツの回に、ご紹介した、ディレクター、キングレコードのディレクターの名手、井口亮介さん、この井口さんはですね、青山学院大学時代ね、同じいわゆる学部っていうか、そのクラスが一緒だったらしいんですよね。でもう井口さんからしてみれば、筒美京平さんって言ったらもう憧れてた人で、よくお話を聞いたというお話をされてたので、私にとっては日本の作曲家で、まあとにかく、この歌謡界に君臨した人はですね、まあ一番印象に残ってるのが筒美京平さんです。今日は偉大な筒美京平さんの話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。 Thank you.